ここからは最近密かに話題の 3D アクションゲーム、体育館の天井に挟まったマッチョを助けるゲームを遊びたいと思います。どんなタイトルだ。はい、本作について簡単にご紹介しましょう。ルールは至ってシンプル。天井に挟まったマッチョにうまくボールを当てて助け出す、それだけです。うん、ほう、はい。モードは2種類あります。マッチョを無限に救出するレスキューモード、10人のマッチョを急いで救出するチャレンジモードがあります。1人でも多くのマッチョを助けてあげましょう、はい、というゲームです。すごいシンプルだけど面白そうだね。はい、本作はですね、タダスメンさんが作ったゲームということで、なるほど、得意ですよね。ね、タダスメンさんもやらせてもらったし、あとそろそろ寿司を食べないと死ぬぜもすごいね、夢中にやってたから、ね、もう多分タダスメンさんのゲームはみゆちゃんが担当みたいな感じでなってると。今度はどんなゲームなんだろう。そう、マッチョだからね。はい、じゃあちょっと、もう早速プレイしていきましょう。はい。みゆちゃんにやってもらいます。すごい、これマッチョなのかな。結構ベビーフェイス思ったより体は結構ごつめ、はい、まずはじゃあレスキューモードで。レスキューモード、無限にマッチョを、まあ、どんなねゲームなのかも。ああ、天井にマッチョがいる。え、こういうこと。そう、なんかいじめてるみたいになってるけど大丈夫。え、意外と救出できない。え、マッチョ手ごわ。あ、でもこれでちょっとずつ動かしていくんだよ。すごい着地。ポーズ取ってる。こうやって体育館にあるボールでマッチョを助けます。すごい、おもろ。なにこれ、上を向いてこれでいいんだよね。足が引っかかってる。足だ。足を体狙って。あ、ボールがなくなっちゃった。ボールがない。こっから拾うのかな。ボールをチャージされた。チャージされた。ほんで普通にボールも引っかかってるんだね。なんか違う色のバスケットボールかな、あれ。右のところにね。確かになんか、やっぱ体育館の天井ボール挟まりがちだから。うん、これをこれも、あ、拾える。これが右クリックってことか。やってみよう。いや、え、マッチョ強っ。火吹いてたよ。けどこいつ、このマッチョ足が引っかかって手ごわいぞ。手ごわいマッチョがいるぞ。オラオラオラ。手ごわい。さすがみゆちゃんうまいよ。マッチョ復活。マッチョいっぱいいるよ。えい、レスキューしなきゃ。レスキュー。このマッチョはなんでここに挟まってるんだ。おマッチョ上半身ちょっと重いんじゃない。ジェスお、強いボールも、バスケットボールも。新たなマッチョが。いいよいいよ。あ、一発じゃいけなかったか。の、来た。ジェスペス。イエーイ。ジェスペス。やっぱ上半身ちょっと重めなんだね。まあ動くけど体動いてない。下半身なのか。こいつはすごい挟まってるよ。こいつは、あ、ボールが、あと、あ、強っ。えい、意外とマッチョが手ごわいね。マッチョ手ごわいね。コメントでどういう基準で落ちるのかって書いてあるけど、もう引っかかってるから。えい、おお、当てるだけじゃなくて救出しなきゃいけないんだよ。当てるゲームじゃないからね。そっか、救出か。マッチョを助けるのか。マッチョマッチョマッチョ。やあー、弱 い, 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 ぞ い, いぞ。今一発でいけた。ジャスティスジャスティ ス, ス, ティス。救出したマッチョはみんな体育館でポーズとって、ね、どんどんこれをどんどん増やしていくってことなのかな。これ無限モードってことだもんね、レスキュー、うん、無限にマッチョを助けられる。イエーイ、ジャスティス、ナイス。
チョの種類もいろいろあったりするのかな。今のところね、なんか普通白いマッチョが。あ、こっちに引っかかっちゃった。すごい引っかかり方してる。これ助けられるの？そのマッチョいける？このマッチョいけるかな。いけ。ちょっとこのマッチョ後回しにしよう。天井のマッチョから助けられる方か。お、ナイス。すごい、足がめちゃめちゃ引っかかってるんだ、ね、めちゃめちゃ引っかかってる。角度とかも重要なんじゃない、うん、なんかちょっとな引いて投げるとか真上からじゃなくてみたいな。これだったら右側とかね、のマッチョの中とか、あ、そう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 、とかだったらいけるのかな。あ、ちょっと遠いな。あ、手ごわい。このマッチョ手ごわいぞ。このマッチョ手ごわいな。ちょっとバスケットボール拾おう。よしよし、マッチョ落としてくぞ。いけ。よし、ナイス。いけいけ。なあ、頑張れ頑張れ。足が引っかかってる。足が引っかかってる。くう、これもうバスケットボール探しに行こう。確かに一発で。あ、来た来た来た。これでもう確実でしょ。こいつ2発あればいけるかな。いけるよ。あ、お、あく、足に当ててみるか。あともう一発で足。あ、でももう、もう普通のでもいけるんじゃない。できるかな。マッチョマッチョ、足マッチョ、手強いぞ。すっきり、すっきりしたぞ。このマッチョどうすれば。このマッチョもバスケットボールなのかな。このマッチョ手ごあと、このマッチョだけかな多分。このマッチョのマッチョ入れ替えできないかな。ね、ちょっとあ、でもバスケットボールで。バスケットボールでここから狙ってみるわ。おお、来た来た来た。うまい。あら、イエーイ。新たなマッチョは。ということで一旦レスキューモードで遊んでみました。はい。はい、続いてもう一個ねモードがあるので、はい、ですね、10人のマッチョをいかに早く救出するかを競うチャレンジモードで遊んでいきましょう。はい、チャレンジモード、チャレンジモード行ってみます。これはスピードが重要なのか。なるほど。あ、スピード、あ、あ、あ、なんか BGM が軽快な音が。あ、なんか、いいじゃない。よし、あ、早い。バスケットボールもちょっと落としてもちゃんと回収して、いけるんじゃない。めちゃくちゃ怖いな。あ、やっぱ上半身重めだ。そういう時はもうバスケットボール、いけーいけー。あー、ダメかー。バスケットボール回収してる。今40秒です。はい、あと8マッチョ。イエーイ、ナイス。正解の音楽がいいな。お、ナイス。ジェスティス、ナイス。早い、怒涛の追い上げ。いけいけ、セーブ。マッチ手強いな。あとマッチちゃんと鉄骨に当たるとダメ。そうだね。このマッ
っていい。あ、コメントで1本で引っかかってる方が落としやすいな。確かにこのえなんかこうクロスになってるところにいるマッチョが手強いから、それとはもうバスケットボール頼りかな。あ、この1本とかすごいですね。確かに1本のやつはどうかな。あ、1本のやつはいる。ジャスティス、バスケットボール。2本のやつはもうバスケットボールですか。どこ狙うのがいいんだろう。おー、行った。うわーい、2本結構クロスしてるところにいるな。キキ、いいよいいよ。当たってる当たってる。あ、ずれてる、ちょっとずつずれてる、ずれてるかな。足がブルブル。あと、あと2マッチョ。どうしよう、どっちから行こう。まあ、こっちでか。いけ、どうした。ナイス。よし、じゃあバスケットボールもらおう。これでもう今180秒、仕留めよう。行くぜ。怖そうだけど、いけ。どっちか右半身とかなんか狙った方がいけるのかなっていう。ちょっとずつずらしとくか。いやーでもそうね、バスケットボール拾いに行くのも。拾いに行くか。どっかないか。バスケットボール、早っ見つけるの。あ、転がってる。これでいけないか。あれ、どこだ。マッチョ、あ、いたいた、真上だ。下半身狙うか。落ち着いて、え、いけ、いけ、やだー。イエーイ。はい、ありがとう。クリアタイムが230秒でスコアが 79.574。 これはあのタイムと何回投げてボール何球で落とせたかで、うんうん、あとスペシャルボールとかなんかいろいろあるから。いやでもうまいね。あ、しかもなんかマッチョが踊ってた。踊ってた。踊ってた。リザルト画面。イエーイ、これはやってみてどうでしたか。いやー楽しかった。でもなんかね、ピエンのマッチョも出てくるみたいで、ちょっとそれもね見たかったから、これもやるしかないですね。今作でもピエンが生きてるんだね。うん、だからピエン自体も結構マッチョだったよな、そういえば。確かに、ね、そうだよね。あれが挟まってるってことね。うん。いや面白かった。みゆちゃんもお疲れ様でした。はい、はい、では最後に発売情報です。体育館の天井に挟まったマッチョを助けるゲームは、うん、ブースよりダウンロードが可能です。基本無料で、対応プラットフォームは Windows PC です。またゲームの作者タダスメンさんの個人サイト、クソイサイトからもダウンロードページに飛ぶことができますよ。体育館の天井に挟まったマッチョがみんなの助けを待っています。はい、ぜひ遊んでみてください。はい、ということで以上、体育館の天井に挟まったマッチョを助けるゲームをご紹介しました。